ビセンテ・グアイタ・パナデーロは、スペイン王国バレンシア州トレント出身のサッカー選手。クリスタル・パレス・ FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2001年に、バレンシア CF の下部組織に加入。2008から09シーズンの UEFA カップ、CS ・マリティモ戦でトップチームデビューした。サンティアゴ・カニサレスの引退により、 同シーズンより不審のティモ・ヒルデブラントに代わってレナンに、次、ぐ第2次 EK を務めていたが、2009年1月18日のアスレティック・ビルバーセ戦でレナンが負傷で退いたために、途中交代でリーグ戦初出場を果たした。しかし2日後の1月20日に、セサル・サンチェスが加入したため、2009から10シーズンは、セグンダ・ディビシオンのレクレアーティブ・ウェルバへレンタル移籍し、 リーグ最小失点率を記録して2部最優秀、GK 賞を受賞した。レクレアティーボでのプレーが、ウナイ・エメリ監督に認められ、2010から11シーズンはバレンシアに復帰した。レギュラーのセサル・サンチェスの負傷を受け、2010年12月8日のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦で UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たした。シーズン後半戦は、 レギュラーとしてプレーし、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。シーズン後には新たに2015年まで契約を延長した。セサルが退団した2011から12シーズンは、新加入のジエゴアウベストのポジション争いとなり、手首の故障等でポジションを失う時期もあったが、最終的には26試合に出場し、レギュラーとしての威厳を保った。 2014年7月31日、ヘタフェ CF に買い取りオプション付きでレンタル移籍した。2018年6月8日、クリスタルパレス FC と3年契約を締結したことが発表された。ヘタフェとの契約が満了する7月1日に正式に加入する。ありがとうございます。